ユバルノ・アハラリは、イスラエルの歴史学者。ヘブライ大学歴史学部の終身雇用教授。世界的、ベストセラー、サピエンス全史文明の構造と人類の幸福。ホモデウステクノロジーとサピエンスの未来の著者。著書では自由意志、意識、知能について検証している。1976年、イスラエルのキリアット・アタで生まれた。その後、ハイファにテレバノンと、東。 ヨーロッパをルーツに持つユダヤ人家庭で育った。21歳の時にゲイであることをカミングアウトした。2002年に現在彼の夫で歩いていくヤハフに出会い、彼はヤハフのことを私のすべてのもののインターネットと語っている。ヤハフは個人的なマネージャーでもある。カナダのトロントで結婚し、その後イスラエルにほど近い地のモシャブで生活している。二千年、 オックスフォード在住中にビパッサナー瞑想を開始し、それが人生を変えたと語っている。著書、ホモデウスでは、著書として SN5 演歌に捧げるとされている。1993年から1998年の間、ヘブライ大学で地中海史と軍事史を学んだ。その後、オックスフォード大学のジーザスカレッジに進み、スティーブン・ジェイガンに指示して2002年に、 博士の学位を取得した。2003年から2005年にかけて宿花木部のフェローとして博士研究員の立場で歴史学を研究した。その頃から主として軍事に関する多くの著書や記事を執筆するようになる。現在の専門は世界史とマクロヒストリーである。著書サピエンス全史は2011年にヘブライ語で出版された。2014年には 英語版が出版され、その後30に迫る数の言語に翻訳された。本書においてハラリは人類史の全域にわたる調査を行った。その領域は、石器時代から始まって21世紀における政治的、技術的な革新に至るまで、ホモ・サピエンスの進化全域を対象としている。ヘブライ語版はイスラエルでベストセラーとなり、 学会のみならず一般の人々の関心もかき立てたためハラリは一躍名声を得た。YouTube で公開されているヘブライ大学における世界史講義は視聴回数が数十万回という人気を誇っている。またハラリは A Brief History of Humankind という英語での無料オンライン講座を開講しており、全世界で10万人以上の受講者がいる。 2009年から2012年にかけていくつかの有名な賞を受賞して名声を固めていった。さらに2015年、Facebook の創始者であり、原始 EO でもあるマーク・ザッカーバーグによって、サピエンス全史が紹介され一躍世界的に有名になった。ザッカーバーグは本賞、人類文明の壮大な歴史物語と評して、フォロワーに紹介した。彼は、ビーガンでもあり、 動物の置かれている深刻な状況に対しても見解を述べている。2015年英国ガーディアン紙に寄稿した記事、工業型農業は歴史上最悪の犯罪の一つであるにおいて工業的に飼育されている動物たちの運命は我々の時代における最も逼迫した倫理上の問題の一つであると述べている。ありがとうございます。